夜の海、携帯のライト。芸の一門の夜のタームレー。はい、8月8日火曜日の放送の芸の一門夜のタームレーなんですけれども、はい、いつもね、収録は前の週の金曜日の晩に行ってますね。はい、で、なんかさっきね、小坪が言ってたんですけど、なんか今日ってめちゃめちゃいい日なんだって？そう、そうなんですよ。今年はね、うん、2023年のもう最後の超開運日なんですって、今日が。お、今日は何？超開運日？ 8月8日が。お、どういう日なの？なんかね、一粒万倍日と天赦日が重なってて、うん、はいはい、すごいいい日なんですって。何かを始めたらいい日なんだっけ？そうそうそう、そうです、ね、うんうん。どうですか？じゃあまず紹介してくれた小坪は、じゃあ今日な何を始めます？いや、まあ男性をハンティングですかね。ハンティング、いや、しょっちゅうやってたじゃん。いやいやいや、もう最近もう全然やってない。もうどこに男性がいるのか見たこともない。見たこともない。ああ、うん、そうか。そのためにじゃあ何をしたらいいのかな、ハンティングするために。何したらいいんだろう。あの、ほら、彼氏募集中ってでっかくあの T シャツにさ、書いてあるやつあるじゃん。そんなのあるんですか？あれを着て毎日歩くとか。毎日仕事するとか。仕事するとか。まあ分かりやすい。うん、分かりやすい。見つかりやすいかも、でも。うん。単刀直入に。いいですね。なるほど。特になんか。そうですね。うん、あの前回、鵜飼さんの番組に出させてもらったときに、うん、あのリスナーさんの、ね、あのあ、なんか LINE スタンプを作ってくださいみたいな。LINE スタンプか、そうそう、だからそれのイラストをちょっと、ちょっと書いてみようかなって。じゃあ、あれでも芸の一門の LINE スタンプ作ってよ。ああ、それいい。うん、そうですね。うん、買うよ。それでバンバン儲けましょうよ。バンバン儲け、そんな買うよ、うん、で、あれだよね、あの買わなくてもさ、無理やり買ってプレゼントしてあれってほらプレゼントできるんだよね。あ、そうです、うん、いいね、プレゼントしまくる、うん、そうか、そういう手もあるありです、うん、それは楽しみ。なんかそれは実現しそうだね、うん、ね、うわ、はい、お楽しみに。じゃあタルトさんは何を？私はですね、やっぱりこれから、落語でお年寄りのところに行くこともあるんですけど、もう一つのなんか見せ物を作りたいと思ってますね。詩吟もやってるのに、もう一つ何かお年寄り向きで、これですね、やっぱり、トッコンさんの弟子に入って、腹話術をちょっと、弟子にして、腹話術をマスターして、年寄りに仕向けるっていうのは、結構腹話術で、五郎ちゃんとかなんとか中、そういう人形は結構お年寄りに向いてキャキャって笑ってくれるから、それを持って、もう一つのツールとして持ちたいなと思いますね。じゃあ、さっきこのライバル的なキャラクターを。腹話術の発声法ってトレーニングしたらすごく滑舌よくなるんですよ。だって口を動かさずに、生麦とか、隣の客はよく吐き口客だって言ったら、口の奥をすごく動かさないと出ないのよ。だからすごく僕もその腹話術のね、発声の練習させてもらったけど、声がすごくよく出るようになりましたよ。そうなんですね。ぜひ、ぜひやっちゃいましょう。なるほどな。ね。うんうん。楽しみです、ね、相反するような発声と思うけど、そうでもないんですね。実はその、いいね、口を開けずに、口の中がすごく動いてるんですよ。すごい発声、実はいい発声練習になるんですね。じゃあ、タルトさんは、じゃあ、腹話術を。それをちょっと始めてみたいな。とっくんさん、よろしくお願いします。お願いします。楽しみ。じゃあ、最初のさ、今度の一門の独演会、うん。うん。丹波さんとことをやるやつの時は、2人で出たら、おお、開演の、腹話術漫才。腹話術でね、うんうん。やりますか。それ面白いかも。うん、
ここまで持っていくぐらい頑張ったらいいですね。2人して毒舌ですか？面白いかも。腹話術でタルコママとトクコでどんなでしょう？それはちょっとあれじゃない、やりにくいんちゃうか？そうですか。やっぱりやりにくいよね。そんなハードルを上げるんですか？トクトクじゃあれ口開けずにあれトコママできる？ねえ。トクコですみたいな。まあ、ちょっと なんとなくいけるな。いきます、いきますか。タルママどう？口動かさね、タルママ。ちょっと笑ってるんですか？なんか壊れたロボットみたいなね。あ、これはちょっと練習しがいあるね。いいな、ちょっと楽しみですね。タルトさんの腹話術ね。はい、頑張ってみたいと思います。うかいくんはどう？私実際あれなんですよ、まあ、何とは言わないですけど、資格を取ろうと思ってて。おお、資格で申し込みはしたものの、はい、全く勉強してなくて。あらららえ、何の資格？何の資格？いやいや、それは言わないですけど。なんで？なんで？はいはい、言ってよ。それは何？その専門的なもの？全然関係ないこと？まあ専門的なことをね。ああ、はい。教師の資格を取るとかじゃないの？うん、で全くしてなかったんで。あ、してなかった。じゃあ今日から、はい、今日から、はい、ちょっと本腰入れて勉強する。本腰入れて。あ、じゃあ受かったら報告します。あ、受かってからね。受かったら報告します。じゃああれですよ、もう今から勉強してていいですよ。そうです、ね、収録中も収録中まさにすぐ取りかかってください。私はね、私はね、そうですね、腹を割ります。おお、小壺好きだったよ。腹割って、腹割る方が、腹割って、違うほら、シックスパックにするとかよく言うじゃん。腹筋を、腹筋を割るのですね、割ってみようかな、割ってみようかな、割ってみよう、始めましょうか。高校生以来、ビフォーアフター撮っとかないとダメですね。高校生以来の、ともかく割れてるだろうなと思わせるような、もうちょっとトレーニングを始めましょうか、今日から。ほほ、チョコザップかな、どうだろう。まあ、そんなやつかな。これは見ものですね。もうだから、それはいつまで、いつまでに。いや、だから、違う、いつまでにじゃなくて、今日から始めると成功するっていうことだよね。そうそうそう。いや、だからその、1万倍っていうのは。目標としては。目標としてはね、そうだね。やっぱり、一問会の時に、おう、脱ぐ。見せましょうか。おお。お客さんに。着物をバッてこう。もう腹バッと。これなんか手錠かかったりしませんか？大丈夫かな？どうかな。まあまあ写真を配るとかね。ブロマイド的な。自分の裸の写真を配る落語会って何なんですか？なんか赤金出来にならないかな。大丈夫かな？しようごみたいな感じで。ほらほら。中山きんに君っているじゃん。うん、いますね。彼のような芸をやるとか。ああ、分かった。パワー。あれをなんか幕開でやるとか。なるほど。そっちの分野もにも手伸ばすんですね。筋トレは何歳からでも遅くないって言いますからね。だよね。死ぬ直前まで、ね、鍛えられるって言います。もうそれをポスターに載せちゃったらいいんですか？あ、ポスターに？あ、だから、今。実際写真としてね。今の段階のやつをまず撮っておく。それと比べてみてもらうみたいな。そうそう。だからもう、どんな仕上がりにしろ、とにかく脱がなきゃいけないという。あ、そうか。ね。あ、そういうこと。ポスターに押しちゃうから。
あとな3ヶ月か。8、9、10、11か。3ヶ月あるな。はい。よし。もう、もう今日収録中からやってます。もう始まった。始まった、始まった。いやでもいけるかもしれないですよ。これちょっと やれるかもね。うん。それぐらい、あれでしょ、今年最後の、すごい最高の日なんでしょ、何か宣言するのに。うん。もう、しちゃいましたよ。いやでもやっぱりなんか期限がないと体作るより先生だからその期限がやっぱりほら一文会のそうですねねそこがやっぱだからタルトさんもそこで発表するし、小坪は、そのと少なくとも彼氏を連れてくるかあその作ったおいしい料理を持ってくるとか持ってくる、うんうんうん、その花嫁修行の成果を見せる あ成果をね、うん、お配りする、うん、おにぎり握ってね、うん、みんなにお配りするとか、うん、そうそうそう、うん、で鵜飼君はいつなのそれ資格は試験は10月っすおおいいじゃんいいじゃん発表は違うんすよ発表の方まで後よはいじゃあその時に QR コードをみんなに教えて結果をみんなで見れるようにしようか。ああ。夜タワーで発表しようか。頑張ります。はい。ああ、決まった、決まった。じゃあ、ちょっと皆さん、その目的に向かってね、頑張っていきましょう。それでは、ここで、水木奈々さんの曲を1曲聴いていただきましょう。ソングコミュニケーション。のスフィンク巡り巡ってこんな場所までたどり着いた私のこと見ていてくれた君に感謝大切な何かが増えるたび強くなっただってほら目指す場所は自分だけの夢じゃないと分かる
水木奈々さんで、ソングコミュニケーションでした。それではここからは恒例の、芸の一問の大喜利コーナー。それでは、鵜飼くんに司会進行をお任せいたします。はい、大喜利コーナーでございます。先に来週と再来週のお題を発表しておきたいと思います。では来週のお題をタルトさん、お願いします。はい、8月15日は、お盆だというのに依然猛暑ですね。夏にちなんだ海という歌の歌文字でお願いします。おお、海は広いな、大きな、月が昇るし日が沈むというやつでございますね。はい、例えば、はい、カレーうどんは美味しいけど、汁が飛び散るし、飛び散りしみになるというようなことで。あじゃダメ。もう一回歌い直してください。カレーうどんは美味しいけど、汁が飛び散りしみになる。なるほど、ね、こんな感じで、うん、はいはいはい、シミになりますよね、カレーうどんですけどね、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。最近歌多いっすよね。みんな鵜飼くんのことが好きってことでしょ。そうそうそう。あのね、下手に歌うの難しいんすよ。そうね、そうね。はい、じゃあ来週は海の歌ということで、再来週のお題をじゃあ特訓さん。はい、再来週8月22日はですね、チンチン電車の日だそうです。ほうほう、うん、そこでチンチン電車に代わるホニャララ電車を皆さんで考えていただきたいなと思います。はいはいはい、なるほど。例えば、うん、例えば、はい、いつまで待っても来ないコンコン電車。あ、なるほど。みたいな。うん、そうね、日本は必ず来るけどね、外国の列車なんかまさにコンコン列車だよね。うん、あね、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ再来週の方は何々電車でございますけども、どちらも宛先の方が、メールの方がローマ字、ヨルタワアットマーク、gmail.com。もしくは、X。ね。今でもちょっと間違えるんですけど。あ、そうか、そうか。ツイッターから X になったのね。ツイッターじゃないですか。X。うん、ね、バッテンマークあれ、やめてくれよね、あれ、バッテン。鳥ちゃんの方が良かったよ、鳥ちゃんの方が。うん、そうね。X?X?、うん、はい、みたいな。なんか X でなんか、不服。そう、あの X で何をなんかつぶやくんだよってね。そうですね。本当に戻してほしいわ。うん、はい。ハッシュタグ、芸の一問夜のタームレをつけてつぶやいていただければ、こちらでご紹介いたします。皆さんのご投稿24時間お待ちしてますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今週のお題がですね、五七五でございましたな、暑いでございます。早速種川手山根さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、初中お見舞い申し上げます。もうね、この暑さで脳も溶けそうですわっていう、本当です、溶けるね、溶けそうな中でのお答え、うんうん、アップデート、ツイッターから X へ、え、いじゃない、えだって、暑い、辛いでいいの。あ、もうこれ自覚をしたんですね。うん、あ、なるほどね、自分でボケて自分で突っ込む、自分で、うん、素晴らしい。 それこそだからこのお話ですよ。うん、ねえ、 X、 ごめんなさい、私ね、他の番組でね、ツイッターでつぶやいてくださいって収録しちゃった。あ、そうそう、私もあのあれですわ、うかいのうさ話、うん、ツイッターって言っちゃう。ああ、そうか、そうか。うん、でも元ツイッターの、うん、ね、元ツイッター、元ツイッターの X。 いやー、なんか変だな。うん、なんか X ね。書いてくれ、もう、はい、名前を。みっこさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。愛してる、つぶやく瞳に、いや、言えず。ああ、なんか泥沼。ああ、ことになるね。もうあの、泥沼なの、これ。その瞳で言われるとさ、ごめんっては言いづらいよね。受けちゃうのね。
泥沼。いいな。いいな。はい、ポンくんママさん。ありがとうございます。アマゾンで、ついついたまるいらん箱。うん、ああ、ありますね。そうそうそう。でかいんだ、あれ。そうそうそう箱が。箱ね。またでかい、あれが。うん、あれは何なんでしょう。バリエーションがないのか、箱の。あれはね、だから横幅、なんかそのね、縦横の大きさに合わせて、自動的にほら、入れるから、うん、もう本当、本当にこう無意味な空間があるんだよね、あれね。うん、そうそう。すげえすげえ。何が届いたんだろうと思ってきて、自分で注文してて。そうそうそう、ありますね。はい、玉蔵さん。ありがとうございます。あら不思議。つけたかつらは今いずこ。どういうことよ。自分で気づかない。これあれかな、ジェットコースター乗った後みたいかな。ああ。飛んでっちゃったの。飛んでっちゃったの。なるほど。トライチローさん。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、さすがですね。野球大好き。安倍健太、筒井和也に今井もよ。愛媛県出身の元プロ野球選手、安倍健太、松山商業からヤクルト。筒井和也選手、松山北高校から阪神タイガース。今井圭吾さん選手、伊予高校から日ハム。渋いところ、ね、ついてくるね。渋いところ。さすが。兵衛門さん。ありがとうございます。ございます。ああ、いいわ。ついて、ついて、行かないで、もう。さすがやな。うん。いいね、裏切らないね。裏切らないですね、うん。先週の水曜日、生放送やってたんですけど。はいはい。兵衛門さんからのご投稿がね、さすがに昼の放送ではちょっと読めません。読めない。読めないか。昼はすいません、みたいな。そういうのはね、ヨルターの方に送ってください。はい、読みます。そうだよね。兵衛門さんのそういった投稿が読めるのは、うちぐらいの、ね。ヨルターだけですから。はい。ヨルターは兵衛門さんの味方です。そうです。はい。橋本屋さん。ありがとうございます。ありがとうございます。あっこさん。ツイストシャウト言わせてや。お？ツイストシャウト。どういう意味？どういう意味？わかんない。アッコさん、和田アキ子さん。和田アキ子さんのことかな。ツイストシャウト、うん。言わせてや。叫ぶやつかな。あの頃は、うん、はぁって言う。わかんない。また教えてください。花道さん。ありがとうございます。あの人と付き合えたなら言ってまう。だから、もうそれだけで行ってまうんだ。行ってまうって。行ってまうだろ。なるほど。はい、西条の UFO 吹きさん。ありがとうございます。ありがとうございます。あれここに、滑るクリン、いつの間に。んいつの間にって売ってるんでしょ。いつの間にできるもんなのか、あれは。ちょ、子供の頃売ってるよ。うん、ね、うん。売ってる売ってる。はい。江田博さん。おー、マイブラザー。マイブラザー。愛してる？冷たい笑顔で言う愛人。ドロッドロですね。ああ。冷たい笑顔でね。愛してる。本当に、ね、私、奥さんよりも愛してるの？もうわ。なんか、今のでいろんな妄想劇場が鵜飼の頭の中で広がりました。一本台本かけますね。はい、ミーヤさん。ありがとうございます。ありがとうございます。あんたね、つまらんこと言いすぎ。微妙だよね、五七五というか、そうそうそう、あのね、四六四だよね。五七五活用できますね、日常でね。はい、どこか伸ばせってことだよね、伸ばせってことだよね。言いすぎみたいな。はい、信号手渡るさん。ありがとうございます。朝起きりゃ、ツイッターが X、イーロン目。ああ、もうそうだ。イーロン目、この野郎、思ったりも。信号艇渡るさんは、うん、この野郎っていうタイプの方ですね。この野郎。いい論目、この野郎っていう側ですね。はい、ということで、ここから一問。はい、じゃあ、徳さん。はい。アラジンが使ったランプ、家にない。ないのかい。ないのかい。なくしたのか。あったらヤフオクに出そうと思ってた。なかったんですよ。うん、ないだろう。そんなのなくしちゃダメでしょ。ですよね。
小坪さん。はい。ちょっと、今晩はね、ひょうえんもんさんに対抗するよ。どういうこと？どういうこと？小坪が？するよ。はい。お願いします。あそこのけ、ついつい癖でいじっちゃう。やらしい言い方やな。もう、やらしい言い方やな。やっぱ新しいこと始めるにはこのぐらい吹き切れないとね。こういう感じで、ちょっと、これも羽生市議の。ちょっと私、新しい種まいちゃったけど、これ大丈夫かな。大丈夫か、もう次から。これ継続するとまずいよね。これはあれですよ、鳥になるかもしれないよ。この、大喜利の。どうしましょう。いやいやいや、いいかもしれないですよ。何なんですか、この一問の鳥の優先順位。どこまでは余裕あんな。いや、これはかましてきますよ。いや、じゃあ最近鳥候補の小屋師匠、うん。じゃあ私も負けずに。あの部分、爪でこするといい気持ち。何を言ってるんですか。別にどの部分ってわけじゃない。そうね。でも師匠の方が上手ですね。ちょっと意味深で。何の争奪戦なんだ。はい、いやいや、すごいな。FM 新居浜のスタッフさん、これはあくまでも深夜放送なのでご勘弁。特定できないように言ってやるからね。そうですね。何も間違ったことは言ってない。はい、その中で大御所タルトスさん。はい、いきますよ。あん、やめて、つまんでばかりで行かせるの。深夜放送ですから。いやいや、でも、数の制限がないな。自由すぎます、タルトちゃん。いやいや、コツボちゃんよりも、コツボちゃんほどは言ってないですよ。いやいや。なんか最初の5文字じゃないですよ。いやでもなんか久しぶりにタルトさんらしくて僕は好きだったな。うん、最近なんかね、面白いわ。ちょっとよそ行きな答えだったからね。最近もういやもう小坪ちゃんから出てきたから負けたらいかんと思って。何やらそれ、ちゃんとルールは守ってください。あの頭文字は確かに合ってますけど。水のあの佐々木開けとかんと追い越しされたんだもん。今日何を言ってんのか分からない。今日聞いたらびっくりしたからもう。追い越されそう。もう終了です。さあね、ちょっと一問が今日ね、とてもいい日だということ、いろんなことを宣言しましたけどね。さあ、11月のあの一問会あたりまでにどんな結果になってるんでしょう。皆さん、楽しみにお待ちくださいね。はい、それでは皆さん、良い夜をお過ごしください。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。